台風6号による交通機関への影響が続いています。海の便は松山市の三浜港と山口県の柳井港を結ぶ防御フェリーが午前の一部の便で欠航しました。八幡浜と別府や臼杵を結ぶ宇和島運輸フェリーは午前便を欠航、午後から運航を再開する予定です。九州オレンジフェリーの八幡浜臼杵便も午前の一部の便で欠航。三方町三崎と大分佐賀関を結ぶ国道九州フェリーは始発から欠航していて、午後6時に出発する便から運航を再開する予定です。 JR は予算線の伊予三島から新居浜間で強風のため始発から午前8時半前まで運転を見合わせましたが、現在は通常運転となっています。淀線は現在全線で運転を見合わせていて、 JR 四国によりますと再開のめどは立っていないということです。